どうも島田修平です今日もですね、えー、皆さんには怪談話楽しんでいただきたいと思うんですけども皆さんご存知でしょうか百百物物語語という百物語聞いう聞たことありますよねこれはあのもう本当にね古くはもう江戸時代もう昔から日本でやられていた夏の風物詩まあね不腐習というでしょうかね、まあ、非常にこう怖い儀式なんですけどもこれね簡単に説明しますと100人が集まるんです。 大人数ですよね。100人が集まってろうそくの火をね、えー、人数分100本灯すんですよ。えそして一人ずつ順々に会談話をしていって終わった人がろうそくを消していく、えー。100人が終わると当然ろうそくの火もねなくなって真っ暗闇になりますよね。えー、100人の会談が終わり最後のろうそくが消えて 暗闇になった時に、不思議なことが起こるという。まあ、ふうに言われてるんですね。まあ、これ昔から伝わる、まあ、呪いの儀式、百物語。まあ、本当皆さんね、えー、やることはお勧めしないというものなんですけども。やっぱりね、百物語。以前ね、やっぱ何人かの方、やられてるって話あるんです。まあ、僕もやったことあるんですけども。やっぱりおかしなこと起こるんですね。今日はね、そんな話させていただきたいと思います。 まずねこれはのかなり前なんですけどもある芸人さんがラジオ番組やってたんですねで、まあ、普段はね普通のこうフリートークとかハガキを紹介したいとかっていうね楽しい番組なんですけど夏、まあ、こういうお盆の時期だったんで、まあ、このね夏だからちょっとこうリスナーも交えて参加型でちょっと面白いことしようよ話した時にまあ浮かんだ案がこの「百物語」だったんですね。えーまあ、河原にですねリスナー100人集めて深夜 本当に、えー、100個話をしていく、ろうそくの火を消していく、実際に、えー、企画としてやってみようって話が持ち上がったんですね。わあ楽しそうでいいですね。夏っぽいし、も、ま、う、あ、ディレクターもね、その芸人さんもこう盛り上がって、実際にリスナー100人集めて当日迎えたんです。じゃあ皆さん行きますよ。何か起こるんでしょうか。では一人目の方からよろしくお願いします。どうぞ。始まったんですね。一、えー、人、二人、三人。 最初はまだいいんですよ50人超えるとねなんかやっぱりこう変な感じしてくるんですね7080おらやばいぞなんか本当起きちゃうかもな90で99人目が来て100人目うわっ結構恐怖もね最高潮にこう達してきてなんか本当に起こりそうな空気だったんですってで100人目じゃあ話させていただきます。 100人目というのがまあその芸人さんだったんですねやっぱメインパーソナリティですから最後の話は僕が話しますって感じでで話し終えてろうそくを振って真っ暗闇になったんですよしばらく様子を伺ってるんですよねなんか起こったなんか起こった起きてないよね起きてないよね、うん じゃあはいオッケーです、えー、もう一回明かりをつけましょう照明をこう焚いたんですねなんか起きました何かありました特にないですねああまあまあまあ、まあまあ、起きないかそんな簡単にね霊現象なんてまあでもね夏っぽいし盛り上がったし、まあ、リスナーも参加して楽しかったよねいい思い出になったよねでまあ本番は終わったんですねでディレクターさんと芸人さんがこう、まあ、話してるんですよねあ結構盛りり上がりましたね。 ただね一人のこう男性30代中盤ぐらいのこう男性がトコトコトコとこって来るんですって「すいません」え「えっすいません」あ「あどうかされました」いやあの今日僕であの怖い話持ってきたんですけど僕話してないんですよ」え「えっいや僕話してないんですよ」でもなんか 終わっちゃったからなんか僕今日話せなかったなと思って「えいや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 ちゃんと100人集めて100物語やったからいや話してないわけないですよちゃんと100人集めましたから」「いや話してない話してない話してないです」「いやそれおかしいです」「そこだって一番ねこ肝だから一番そこちゃんとね考えてやってるんでいや話してなかったらだって99で終わるはずですけど100いかないですよ」「いや話してないです」あまりにももこうね嘘ついいた感じししないし 本当にこう言ってくるんで「じゃあちょっと後々後で確認してみますね」まディレクターさんまあこうねその長いんですけどもこう確認してったんですって1話目2話目「うん問題ないよな」「変な声も入ってないよな」ただ番番目目じゃあ次49番目の方お願いします言った瞬間に「ザーッ!」 大音量の砂嵐の音が入ってるんです。ええー、何何何、録音できてないじゃん。ざあ。聞いてると。その音がピタッ。止んで。男性の声で。つまんねえことしていいんじゃねえぞ。さあ、続いて。五十人目の方、お願いします。そこからまた普通に、ええー、怪談話が録音されていた。そうです。 不思議なな話があるんだなまあねその話も聞いていたんで実は僕もですね本当に若手時代今からもう15年以上前ですかね渋谷のねライブハウス、まあ、シアター D というね、まあ、当時こう場所があったんですけどもそこでね、えー、芸人さん20人ぐらい集めてでお客さんもねまあ深夜だったんです、えー、夜12時ぐらいから朝方までだったんですけどもまあほんと80人ぐらいお客さんもこう来てくれて「でじゃあ今日は百物語やりましょう」ってことで実際やったことあるんですよ。 でまあ、芸人みんなねこう話を持ち寄ってこうどん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 話をしていくなんか起こるんですかねなんて言いながらまあでも一応お笑いのライブなんでね途中こう笑いなんかも交えてこう話をしてった時にですね「じゃあ99話目終わりました」って言った時にこれあの私のシアター D っていうライブハウスねビルのこう中なんで外の音あんま聞こえないんですけど中に聞こえるぐらいザーってこう。 雨の音が聞こえたんです。まあ、夏なんで急な雨なのかな。ああ、な気持ち悪いですね。あびっくりしましたね。ええ、じゃ、百雨いきましょうか。ピタッと雨止んだんですよ。なんだ、なんだこの感じ。なんか変なの起きそうっすね。みたいな話をしてて。で、実際、僕が百雨を話させていただいたんですね。で、話し終えて、ろうそくふっ。真っ暗闇になった。やっぱ同じようにね。 あのラジオの主力みたいにしばらくね、えー、真っ暗になった後にちょっとこう様子見てみよう真、ま、っ暗闇でまあ2分くらいでも本当もっと長く感じましたけどもねシ、えーンと暗闇の時間がこう流れたんですねやっぱ何も起きないあじゃあ明るくしましょう終わりでーすパーンとこう名店したんですよ なんか感じました。なんか起きました。変な声聞こえました。あ、特にないですね。あ、やっぱ何も起きませんでしたね。って話をこう、お客さんとしてると。あれ、あれ、え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 あれ、あれ、え。で客席がこう、ざわざわしだしたんですね。え、え、なん、ななんかありました。島田さん、見てくださいよ。時計見たらね。この四時四十四分だ。 しししちょっと縁起悪い数字ですよね。うわーなんか気持ち悪いですね、まあ、ただね言ってしまうとオールナイトライブだったんで、まあ、夜中ね12時から朝方5時ぐらいまでってライブなんでまあ予定通り言っちゃ予定通りなんですね4時44分って。まあ、でもなんかこのね444でこうちょうど名店するって気持ち悪いなーって話をしてたら横にいるね後輩芸人がブルブル震えてるんですよ。えどうしたの 実は僕ねあのいつも遅刻しちゃうんで時計5分進めてるんですよでもね見てくださいその時計も4時44分なんですそこにいる全員の時まあ時計が4時44分にされてしまっていたのかやっぱ不思議なことがやっぱ起こるんだなーって思ったんですねやっぱりねこの百物語って えー、本当にこういうい、ね、い話が後を絶たないんですねこれはねある、まあ、女子大生の女の子2人が経験した話らしいんですけどもね、まあ、2人っていうのが、ね、結構オカルト好きで、まあ、なんか怖がりなんだけど怖い話聞いてワーキャーとかねあと怖い映画見に行ったりとか、ね、DVD とか YouTube なんか見て怖いねーなんていう,う楽しいっていう、まあ、女の子2人オカルト大好きの、まあ、女の子2人がいたんですって。 でお盆の時期にですねあるチラシを見たんですって今週土曜日本堂で百物語を開催します、えー、よかったら怖い話を持って参加してくださいへえ、こんなんあるんだああ、あのお寺知ってる近いよね百物語じゃあもうみんなねそれぞれがもうとっておきの怖い話を持って集まるんだ面白そうじゃん知らなかった行ってみよう まあ土曜日になったんでね、まあ、夜ですよ、まあ、女の子二人でこうねお寺に着いたんですで本堂に入るとろうそくでふわーっとしたこう明かりの中にもうね100人ぐらい集まってたんですってあもうみんな来てるんだで、見ると小さな男の子とかサラリーマンの人とかあと主婦っぽい人とかあとおじいちゃんとかおばあちゃんとか本当老若男女 いいろんんな世代の方がいるんです夜のイベントなのになあ小さい子もいるんだな本当いろんな人来るんだなあでもみんな怖い話持ってるんだ。でまあ途中ねこう中に入ってねでいよいよこう、まあ、100物語スタートしたんですよ。でやっぱりねもうそれぞれがとっておきの話を持ってきてるんでめちゃめちゃ怖いんですうわ怖い!」ってこうブルブル震えながらねでも楽しんでたんですよね2人。で怖いな怖いなって聞いてて。 10話20話って進んでた時にあれちょっと違和感感おかしいぞって感じたんですこれ何かっていうとね皆さんおのおのが怪談話怖い話をするんですけど語尾語尾がおかしいんですって。何かっていうと、ね、普通怪談話だからまあ自分の体験談だったら別ですけどもこれあの人から聞いた話なんですけどとかね そういう話の場合って「こうこうこういうことがあってその人は亡くなってしまったそうなんです」とか「こうこうこうで殺されてしまったと言われているんです」とかなんかそういう語尾になるはずなのになんかみんな「こうこうこうで死んだんです」とか「こうこうこうで殺されたんです」とかなんかこう断定口調なんですってなんか違和感あるなって思った時に 次ののの男性の話の時に気づいたんですよ実はねこうこうこういうことがあってで殺されてしまったんです私えみんな自分の話してる自分が殺された自分が死んだ話をしてる ずわ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 自分たち以外死者が集まってきてるっていうもう気づいた瞬間にもうブルブルブルって震れて逃げ出したくなったんですけどその時に自分の順番来ちゃったんですその瞬間全員の視線がグッとこっち見るんです逃げられない話ししなきゃいけないしょうがないだからと思ってとりあえず自分が聞いた中で一番怖い話したんですってこれねあの聞いた話なんですけどもある男性 あの心霊がねすごく出るっていう峠をバイクで走った時にあのその走った瞬間に首がスパン切れてなくなってしまったそうなんです」言った瞬間そこにいた男性がグッとこっち見て「それ俺の話だよ」まあそこでね二人は意識を失ってしまったそうなんですね。翌朝目がが覚めるると住職がいるんです 住職言いました。そんなイベント何も開催されていませんよと皆さんねこの時期こういう話をしようとかね、まあ、中には「百物語」やってみようという方はいるかもしれませんがくれぐれも気をつけていただきたいと思います。